Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头，欢迎来到七龙珠 Battle。 我们现在呢，在敌战士篇第五章零四地图，那究竟会发生什么事情呢？不要不多说，我们开始吧。哦，这谁啊？倒在地上，哦，那应该都是复制人吧？すごいわ。すごいわ。さすが宇宙の帝王フリーザってところね。二十一号。誰だてめ。人造人間21号。21号だと。注意。まさかこいつが。就是他。その様子だと、私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに。誰から聞いたのかしら。素直に教えると思った。对吧？是谁告诉我们的？我忘记谁告诉我们了。16号吗？そう言うと思った。いいわ。自分で調べれば済むし。軍のトップがわざわざ出向くとは、私に降伏でもしに来ました。是为了向我投降吗？哎。まさか。弗利萨还是一样自大狂妄。あなたの中にいる人よ。あ、找我。フリーザの力を使いこなして、その上セルまで引き入れるなんて。あなたの本質は意外と大悪党なのかもしれない。说我的本质是出乎意料大坏蛋。だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったです。非常的荣幸。あなたも随分と分かった。哇，邪恶气质出来了，我非常的荣幸。啊啊啊啊啊！いずれあなたを我が軍の一員として迎えることにしましょう。邪恶的一方。それにしても、私も知らない。新しい人造人間が生まれていますか。等到盖洛博士也复活了吗？いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって、研究所があれば目的は達成できるしね。つまり、私たちを蘇らせたのはあなた。所以说21号是一个完全就是从以前到现在从来没有人知道的一个身份。啊，硬要把他加进来，然后就说从来那个博士从来都没有说明这个身份，但突然某一天蹦出来了这样子。何の目的で蘇らせたのか知りませんが、ザコをリンクさせるとは悪趣味ですね。ああ、あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのに。哦，就误打误撞变成我的灵魂了这样子。おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクターゲロが考えそうなことだ。他的目的是征服世界。その目的は世界征服、宇宙征服。征服宇宙。そうね。私もくだらないと思うわ。ドクターゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙そのためにはあなたたちみたいな強い精神。他要把我们全部变成蛋糕吃掉，然后征服宇宙。クローンなんかにはない。オリジナルの強さを持ったあなたたちが。私たちを顎で使う気だったわけですか。あ、いろいろ話していたらなんだかお腹が空いてきちゃったわ。開吃開吃。何をふざけたこと。先吃后面那光头好了，后面那个好像兴隆哦。抱歉，我不是有意的，可是真的还蛮像的。如果有七龙珠真人版，我觉得应该找兴隆演他，应该很像哦。そういうわけだから、おいしくな。哦，他示范一下如何变甜点。これはそんな、さっきまで人間だったんだぞ。好吃好吃。贪吃贪吃贪吃。あいつも吸收活体能源的类型。生体エネルギー吸收タイプ。やっぱりクローンはいまいちね。100分只能拿13分。100点満点中13点ってところ。成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。药味超级重的。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな味がするのかしら。这个一定会出本本。你们是什么味道呢？啊，本本就这样出来了。我愿意让你知道。なるほど。私たちも食べるつもりですか。18号。
啊，十八号出来了。西鲁非常惊讶。少しは楽しませてくれるんだろう。あ、ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけたや。この私を餌。开打。Get ready！ 马上秒杀你。绝对不会让你无聊，放心。应该是我会觉得无聊吧。再见。哎呦，被闪过了，厉害哦，拜。他不是说怕你无聊，把你踢远一点啊，把你踢远一点啊。被喷死了。喂，干什么？哦，很会哦。哦，连续的哦。你也只有你会是不是？你以为只有你会？哦呦，你消掉了、哦。来呀、啊，来啦、啊！来，来最后一个大发的给你好了。接得住吗？去的，好爽啊！那，所以说，这故事说明了为什么十八号会倒在这里。然后呢，二十一号装可怜这样子。次は貴様の番だ。轮到你了，二十一号。面白い冗談ね。本気で語ると。这时候悟空他们应该就过来了。冗談かどうかは马上就有人知道了。啊啊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 ！分かった時に言うわ。当你迟到的时候，已经是一堆废铁了。スクラップって、私はメカタイプじゃない。不是机械类型的生化人哦，是有肉体的。哦，感觉到气了。哎呦，开始演戏了。十八号がこんな形で役に立つなんて。没想到十八号能这样派上用场。21号のあの顔、どうやら6でもない。二十一号的表情，看来是在想什么色色的事情。好，开始演戏了，我就知道，傻眼。バカかあいつ、無防備じゃねえか。好きだらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。十八号さん。来了。フリーザ、それにセルまで。被骗了。この野郎。よくも俺の嫁さんを。你敢对我的老婆？哇！なるほど。なるほど。21号、それが狙いですか。所以说，当时我们所看到的画面跟战那个超战士篇终于连接起来了。让我看一看哪边会活下去吧。哇，真是超阴险的这家伙！哦，誰かと思えば、孫悟空とクリリンじゃない。クリン。おめえはセル、それにフリーザ。おい、俺のことを。没人会记得你是谁，走开。あ、おめえはベジータと地球に来た。
哦，他是跟贝吉塔一起，他是跟达尔一起到的哦。那只。完全に意識を失ってるあなたは、すみません。彼女は私を守るために。超级会演ね。假惺惺的女人。白々しい芝居をする女。まあいいだろう。全員まとめて倒せばいいだけの話。むしろ孫悟空と戦う。这么快就有机会和悟空战斗。早く巡ってきたとよ。早く。和那个日本人讲话呢，加了个气韵，有没有？早く。罪もない人を襲って十八号さんまで。お前たち絶対に許さないぞ。生气了，生气了。哒哒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 Go！ 何だけ待ち望んだことか。積年の恨み晴らさせてもらいますよ。長年の恩怨就此了结吧。孫悟空に借りがあるのは貴様だけで。孫家父子由我亲手解决。大家都想杀孫悟空。孫親子？嗯？そういえばあなた、やつの息子、被悟飯打敗了。孫悟飯破れたそうですね。それも随分と子供の頃に。还在他很小的时候。そんなあなたが。孫悟空に勝てるとでも言うのですか？その孫悟空に二度も負けたのか？正在互呛啊，正在互呛啊！啊，不知道是谁哈，连续输给孙悟空两次哈。おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですか？还没开打，这边就先互干了。貴様が私に勝てるとでも。有人打赢吗？来呀、啊！面白い。あのよ、なんでもいいから早くしてくんねえか？ね、快点嘛！決めらんねえっつんなら、二人一遍でも俺は構わねえぞ。你不要闹哦，等下我把你敲爆哦！我现在可是主角哦。私たち二人を一度に相手するんだ。孫悟空。相変わらず口のやはり始末するのは奴が先です。先解決掉那家伙谁？克里呢？なら、どちらが先に孫悟空を倒すか。比谁先解决孙悟空？いいでしょう。哦，孙悟空真的是桃花运朵朵开，一堆激情四射。Let's go！ 你呢？怎么打？你呢？その程度ですか。また。今宇宙の塵にしてやる。今すぐ。すぐに終わらせてやる。何？あ。十八号さんたちを狙ってるのか。さて。よし。熊抱，他的叫声好像海贼王的鲁夫哦。同一个配音员吧。哎呀，情况一面倒了，居然换我们打赢了，换敌方打赢了。哦，真的会最后一集吗？好，二十一号走掉了。想到你竟然会这么强。谁来了？様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。哦，他是演给那个二十一号看的啦。不然嘞，怎么突然停了？后面人都傻眼。フリーザ様、
原来是这样。そういうことか。どうなってんだ？现在什么情况？没有，因为我宕机了。我宕机了。电脑宕机不是都不会动吗？あなた、一体どういうつもりですか？あと少しで息の根を止められる。体内的我正在跟我的这个那个什么善良对抗。いいですか？あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。的今度は私があの最悪を地獄に叩き落とすのです。他和我又没有仇，现在不是这种时候。あなた。私の邪魔をした上にごちゃごちゃ言う暇があるならさっさととどめを刺しなさい。我才不想听你的嘞。さあ早く。不要。諦めろフリーザー。这家伙意志很坚定。その意志は固いようだぞ。体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしい。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく。这一次就交给你吧。哇，今だけはあなたに任せましょう。这么快就妥协了，应该佛利詹高兴个暴怒之后再慢慢妥协才对，要有那个情绪的转折啊。那讲几句话都哦，好吧，交给你了。哇，那佛利詹不是很自视甚高吗？怎么突然变得这么快？全てが解決してから、奴らを始末すればいいだけのこと。傲娇的佛利莎。ただし。リンクが解除できるようになるまで。得给我拼命的工作。新物類で働きなさい。哇，居然弗利扎听我的话呢！哇，到底谁才是老大？わかりましたね。好像那种爸爸在教小孩子那种感觉，听到了没有？停了。这个表情，然后不会动，好笑。フリーザのやつ。おい、フリーザ。もうおしめか？この。フリーザ様。どうされたのですか。我觉得还蛮好笑的。さあ、奴らにとどめよ。残念だったな、フリーザ。私の一撃を。结果连希鲁都来了，有没有？希鲁也被控制了。ふざけるな！こいつらはフリーザ様の獲物だ。奴は私が倒す。お待ちなさい。よ、等一下。フリーザ様。ご無事でしたか。你没事吧？無事も何も、少し中で話をしていただけです。和里面说了一下花花。それより、私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。なんですって？なんですって？あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、フリーザから知らねえ奴の気感じるし。途中で攻撃やめちまうし。貴様という男は。为什么这句话拉那么长？もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし、本当によろしいのでしょうか。構いませんよ。リンクのことに薄々気づいているようですし。瞬间啊。敌人跟这个孙悟空啊，我们跟孙悟空变成友好关系的感觉。それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。啊，终于解释了一切，终于讲完了。原来如此。つまりどういうことだ？てめえ。ここまで丁寧に説明したのに分からねえっていうのか。还是听不懂。ここまで話が通じないとは。つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってこと。で、なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り。ミソッカスでも通訳程度の役には立つようですね。看来就算是被扎，至少也能帮忙说明。我觉得这系列的克林。好可怜哦，一直被人家损。そりゃどうも。这是多谢啊。立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザの中にもう一人いて、そういうこと。本当常識あるやつが廉洁的人价值观正常。啊，人家在间接的调侃一下弗利扎价值观有问题。フリーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげで。
フリーザも悪さが出たんだらよ。オラたちみんなでその21号機をやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたって、こいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。お前いいや。あなたたちには私も地獄へ落とされた借りがあります。フリーザは知らんが、私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする？如果我有办法赶走身体的人，而且还能自由行动，你们觉得怎么样？何？谈条件了，谈条件了。哦，つまりリンクを解除して自由に動ける方法。あ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。好，所以说在这个世界的坏战士篇、敌战士篇，悟空是没有灵魂，就是没有人工灵魂牵制，然后还可以不靠连结就可以直接战斗了。然后呢，在我们超战士篇的时候，我是直接在悟空的身体里面，然后并且直接打倒希鲁他们这样子。两边不一样。リンクしてるっていうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空老师开课喽。僕、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。胡来！叫他们解除连结，不就天下大乱，开始乱搞了？いいでしょう。交渉成立です。反応から察するに、その話に嘘はないようですから。从你的反应看来，悟空本来就是个傻逼，好不好？完全不会有什么绿魔的，当然是不会说谎啊。よし、そうと決まれば、早速ブルマンとこに。お、わ。布马的飞船，哪里个？哦哦哦哦哦哦哦 ！Oh my god！ 哇！布马，言われなくてもそうしてるわよ。でも。Oh my god！ 悟空，上。待て！貴様は。なんだよ。そんなことよ。马上告诉我连结的方法。操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったら。就到布马的话，你们只能一直维持这个状态。なんでと。なんでと。だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな。女はどうだ。重点是机器呀。仕方がありません。哎，已经降落了 哦布马降落在这个地方啊，悟空他们挡住这边了。总之，那机器似乎没事。それにしても、有种程度都打不过，竟然和我们一起行动。这样悟空打不过是吧？ブルマというやつは、哦，他在讲布马，他在讲布马。死にたがりだろうと構いませんよ。只要有用就好了。何か考え、什么计划？当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであれば、わざわざ助けませんよ。什么？我可不会特地救一个不只会操作机器不知死活家伙。おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているでしょう。他挟持布马。なるほど。看上他的技术。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要ですから。哦，他要雇佣他是不是？さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。佛利扎又想要啊，让人家乱加入他的工会了啊，佛利扎军团。Let's go！ 那是哟。来，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 その調子。死になさい！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 
よ。撤轻轻一碰去了。Oh yeah！ 拜。哦 ，BGM 怎么突然变得这么的和谐？耶、yeah, ，得救了，得救了！狐狸渣西鲁，吓死人了！ちょっと孫君、説明しなさいよ。難しいことはよ。今はフリーザが悪いやつじゃねえ。よく見てみなさいよ。坏事做尽的脸。悪さがねえ。あれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。这个画面实在太诡异了，我觉得超级吊诡。敌派跟我们的孙悟空居然处在一室。意味わかんないこと言ってないで。ブルマさん。ごたくはいい。さっさと例の機械とやろう。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃ。そうせかすなって。こっちにもいろいろあんだからさ。有问题要处理，处理什么问题？事情は分かったわ。但真的要吗？啊，他把那些事情全部告诉了布马了。まあ、そういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで、21号、大家一起去解决21号。你觉得？我觉得弗利扎会反吃哦。孫君、本気なの？认真的吗？啊、でも。可是。女。女人，快点。你想杀我，杀不了的哦。嘿嘿的，そういう脅しには慣れっこなんだから。何？何？私が死んじゃったら、誰が波動を中和するのよ？你要找谁综合身上的波动？その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど。哇，威胁！欸，可是这样子好好贱哦。现在布马在威胁他，有没有？然后等下解完除之后，要把这女人打死。それでもいいの？哦哟。布马真的啊，姜还是老的辣。ブルマさん、すげえたくましくなってないか。そっか。他从以前就这样。昔からあだ。装置を使う代わりに、私たちに協力するか、一生そのままでいるか。西鲁妥协了。さあ、どうするのよ。我现在发现，原来西鲁他的下巴居然是金色的。为什么我之前都不晓得？我以为是绿色的说。仕方ありませんね。その提案受け入れましょう。哇，突然好冷静了，弗利扎。弗利扎様、今は本来の力を取り。现在先取回原本的力量。打倒先決です。打倒21号比较重要。そのために、すべての邪魔者を排除し、自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう？わかりました。すべてはフリーザ様の望み通り。いい？約束だからね。约好了。それじゃ早速起動するわよ。我觉得弗利扎要死炸了，我觉得他要死炸，看那个表情。嘿，可以脱离了。特に変化はないようですが。いや。どうやら効果はあるようだ。发挥效果了。消えた。あの妙な奇怪的气消失了。おそらくその気配は私たちをだが。耶，自由了。私の中にいるあなただけ未だに生きているということですか。最後の最後まで手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。那
我先和你们道个谢。一生の礼を言ってやろう。啊，要毁了这里这样子。では感謝の気持ち。怀着感激的心情，让你们毫无痛苦的死去。苦しまないよう決してやる。哎呦，我就知道会死炸，不能用。あら、片手を上げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。我就觉得啦，我们这边布马这里也不会是这么笨的人，好不好？帮他们解决，然后去一起讨伐21号。我们不可能那么白痴，明知道他们那个什么恶名昭彰，还那么傻，不可能啊！バカな、全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに、肝心なことを理解できてなかったのね。没听到重点。なるほど。つまり我々は被骗了吗？嘘で利用された。嘘は言ってないわよ。自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。真正的力量要杀掉二十一号才有办法恢复正常。どういうことか。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなんだから、自由に動くことはできても、普段通り戦うのは無理ってわけ。啊，就需要靠我附身了这样子。そうや、そんなこと言ってたっけ。所以说现在西鲁根本是没力量嘞，西，因为他们的人工灵魂都被消灭掉，只剩下我的灵魂还在弗利扎身体里面。所以说他们这些傻逼现在就是没有力量了，只剩弗利扎有这个力量，但是呢，我可以控制弗利扎这个力量，所以说现在反而是啊，这些敌战士方呢，完全是弱势的状态啊。てめら。あ、それと定期的に中和装置を使わないと、また元に戻っちゃうから。不定時使用综合装置又会变回原状。言葉一つ満足に言えない元の状態にね。わあ。つまり今後我々には今後都必須依賴這個裝置。貴様が必要。この私を脅す。隨便你怎麼說啦。何でもいい、私たちに協力。そう簡単に私がちょっと何よそれ。あんたたちもうリンクしてないんでしょ。ポリザ还有啊。私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていないのですよ。あなたがいなくても痛くも。ポリザ的确没有任何困扰。え？本当に？本当に。あなた方には私を騙した罰を受けていただかなくてはね。そんなこと言わずに私たちと協力しましょう。真可憐。要回真可憐。我不想動手。在他的内心世界抵抗他。あなた、一度ならず二度までも私の邪魔をするつもりですが、いい加減にしないと今度こそあなたを消しますよ。你要怎么杀我？你要怎么杀啊？又在跟内心对话了。またフリーザの中にいるやつが阻止他做坏事。止めてくれてんか？干，这怎么里面好笑啊！天啊！本当にあなたという人はいいでしょう。この私にここまで反抗したのです。すべてが片付く頃までに、それ相応の覚悟をしておきなさい。啊，你能要我怎样啊？我只是灵魂而已，你找不到我人的，抱歉。醒来了。まったく。こうなってしまっては、私にリンクしている21号を必ず倒すのですよ。たとえ孫悟空たちの力を使っても。终于妥协了，傻逼。好吧，那我们今天这一集差不多到这里结束了哈。哦，这个剧情居然漏等哈，也不知道大概哪时候结束。这个敌战士篇我觉得下一集应该就了结了吧，希望如此啦，好不好？那如果喜欢影片的左下角个订阅，右下角个喜欢欢迎下方留言，我是老头，我们下一集七龙珠 Fighter 再见啦，拜拜。